はい、みなさんこんにちは。ひなです。だかです。エイティブログです。ちゃちゃん、今日は将来のものをめちゃめちゃ集めた、ね、私たちは最近使ってる未来が来たなというデバイス。まず一つ目、クリーニングロボットだね。そう、プロジェクター、これ VR ゴーグル。というわけでまず最初はこいつからいきましょうか。これギミーモゴプロプラスっていうスマートなスピーカーです。ここにね、スピーカーじゃない、あ、間違えたこちらギミーのプロジェクターです。はい、すごくちっちゃいんだけど、ここにね、見えるかな、レンズがついててプロジェクションができます。よく会議室に置いてあるさ、これぐらいの白いボックス、あの上にこう、そう、壁についてるやつ、上についててこうマッピングしたりとかってあるけど、もうこんなちっちゃいんだよ。そう、めちゃくちゃ軽いよ。1キロ以下だからね。で、ケーブルもいらないし、ここから音がちゃんと出てるし、そう、これがそのままでパソコンとかも繋がらなくてもすごいよ。だからこいつの中に YouTube が入ってたり、まあ、Amazon プライムとか Netflix とかもう独立してこいつで見ることができます。で、しかもこいつバッテリーが内蔵されてるんで、家の外でも使えるから、例えばキャンプとか行った時にこいつ持ってってキャンプ場でみんなで映画見たりとかで、スピーカーも内蔵されてるから、あ、だから逆に映像じゃなくて普通にスピーカーでも使えるってことでしょ。そう、ここにリモコンがあるんだけど、 Google の音声対応もやってます。そう、ここのボタンを押して喋って、 YouTube 開いてとか、時代はこれです。皆さんついてきてますか？時代は変わってます。例えばここはリビングで使えるし、僕らの場合寝室があっちにあるんだけど、寝室でも最近これ使って寝る前にね、いろいろ映画とか見てます。で、もちろん画質もフルハイビジョンで、皆さんが覚えてるかもしれないけど、うん、これは全部自動でやってくれる。台形補正もオートフォーカスも、しかもめっちゃ早いからね。そう、じゃあ早速今これを持ってね、寝室の方に行ってどんな映像か皆さんに紹介したいと思います。はい、行きましょう。 Play LT Vlog on YouTube。 Playing LT Vlog on YouTube。おぉ、YouTube。 おぉ、流れた。日本海です。レナがブチ切れました。リピート。やったな、これ。最高じゃん、このアシスタントいいね。音声一発ボーンじゃん一発でいける。大画面で見てるね。見てます。はい、皆さんこんにちは。最高だよ。だからです、最高です。いろんなコンテンツ見れるんでもうこの寝室がね、シアターになりましたね。皆さんぜひおすすめだよ、これ本当に。続いてルンバさん、本当に優れもの。あのね、タカはねこれが好きすぎて、そう、もうこいつもう俺のね、生活を変えたい。病気だよ、病気。普通の人間は多分ルンバを買うと、うん、週に 2,3 回ぐらい回すと思うけど、うん、何回回してるか教えて。ほぼ毎日。いや、毎日2回だよ、まあ、たまにね、気になると2回目回すで、ちなみにこのルンバなんだけど、買ったわけじゃなくて借りてます。これ本体って15万ぐらいするんだっけ。すごい高いよね。すごい高い。まあ、僕らみたいにリースで月4000円から5000円の間だったと思う。で、まあもちろんルンバもさ、いろんなさ、こうシリーズがあるから、安いやつから高いやつまであって、安いやつは多分ね、1000ちょっとでね、月、まあそっから使ってみて、あ、いいなと思ったらグレードアップしていくのもあると思いますけど。で、でも高弘、悪いところを皆さんには教えて。え、なんかだっけそのルンバがちゃんと回るように、うん、ゴミ箱も上にしたり。まあ確かに、めんどくさ。最近ルンバ中心の生活に変わりましたね意外とめんどくさかったりするね。めっちゃめっちゃめんどくさいあとね、意外とうるさい。あ、そう、そう、ね、寝ながらこれ回せない、うん、あ、回せない回せない。夜は無理かな、うん、だからまあ昼仕事行ってる間に回すとかね。なのでまあ良し悪しはあるよ、もちろん。はい、ただまあ僕はすごい気に入ってるから。ということで、掃除に革命を起こしたい人、掃除を全自動でゴミも吸い上げまでやってほしい人はぜひルンバ。え、最後なんだけど、はい、こちらのものです。ごついゴーグルだね。ごついゴーグルです。 VR のゴーグルです。 Facebook が出してる
オキュラスクエスト2というものなんだけど、で最近めちゃめちゃコンテンツも増えたし、本当に近未来が来たみたいな感じでこれを使ってます、うん、はい、じゃあ私はこれをつけて、タカが私は見てることを、そう、ここで映ってる映像を携帯に飛ばして、それを録画して、ちょっと編集の都合上画面のね端っこに、はい、つながった。 OK、 じゃあここで見てる通りに私は360度の世界に入りましたという、なんかすごい和室にいるねそうそうそう、私は選んだ、日本が好きだからね。そうだよ、そうだよ、主にゲームが多いんですけど。なるほど。でこのコントローラーを使いながら、そうだから、あのなんかの侍になったらこれが刀でこうワシャ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 めっちゃ楽しそうじゃん、こうができる、ブン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 、そうそうそう、できました。そうだよ。他にもなんか見れるコンテンツとかもあります。ここで ISS の中にいるとか。あ、国際宇宙ステーション、そう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 、すごいじゃん、もう今や宇宙に行かなくていいじゃん。そうそう、これで宇宙見れるじゃん。これは360度の 3D で宇宙にいるのように、めちゃめちゃすごいよ。でこれなんか歴史が学べる、アンネ・フランク、アンネ・フランクの家を VR コンテンツにした、こういうことを勉強できる。アムステルダムの家でしょ、俺ヨーロッパ一周した時行ったよ。あ、行った、でももはやこれで自分の家にいながら行けるってことでしょそういうこと。あ、素晴らしい時代。そうでしょ。なんかミスれるコンテンツないのかな。 YouTube があります。あ、YouTube VR なんてあるの。そう、何かというと、普通に YouTube に360度のコンテンツがアップできるでしょ、うん、できるね。でも携帯で見てもこう画面が小さくて、こうやらなきゃいけないでしょ、しょうもないでしょ。あ、このグラスの中で見るとめちゃめちゃすごいよ。東京360度、ここガンダム、お台場じゃん。そうだよ、もう全然東京に行かなくても。確かに、もうこれさ、旅行行かなくてよくなるよ。旅行会社潰れるよ。おー、すごい、いい。 VR があればどこも行かなくて家で世界一周できるじゃん。何これ、ロボットカフェ。ロボットカフェ、そんなんの。可愛いお姉さんたちが踊ってるね。すごいね。いや、もう本当にこのテーブルに座ってるみたいな感じ。もうこれやばいじゃん、これマジでもう鳥になってるじゃん、目線が。いや、本当にそうだよ。うわ、すごっ。逆にこれ高所恐怖症の人めちゃくちゃ怖いんじゃない。そうだと思うよ、もう普通にちびるんじゃない。これはビビるよ。すごいね、今やこのゴーグル一つで別世界に飛び込めるというね。そう、でもまあここでつけてることがある、まあ、だってこれでかいもんね、ゴーグル。ここにビタってくっつくから、そうそうそう、真っ赤かになるよ。うん、でコンテンツもどんどん進化して、新しいコンテンツバンバン出てるから。確かに、もうすごい世界です。2年後3年後5年後にはもう VR コンテンツだらけになるでしょ。そう、だから私たちはちょっとなんていう、 early adapters。 そうだね、英語で日本語で何と言う、新しいもの、新しいもの好き。まあこの Oculus Quest 2は Facebook のもので、うん、はいはい、4万以下ぐらいで買うことができます。映像も見れるし、ゲームもできるから、まあ PlayStation 5とかを買うって考えたら。他に私たちの視聴者でこれを持ってるよという人がいましたら、どれぐらいいるんだろうね、教えてください。知りたい、めちゃめちゃ知りたい。ま、ぜひコメントで持ってますっていう人教えてください。この動画を1年後に見たらめっちゃ増えるかもしれない。もうほとんど持ってるよっていう感じかもしれないね。そういう未来が来ることは絶対来るよ。で、これが私たちの近未来の商品紹介でした、ね、ルンバ、キミーのプロジェクター、オキュルスクエスト2 VR ゴーグル、はい、それぞれのもののリンクを概要欄に載せておきます、うん、チェックしてみてください、情報。この動画をここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録まだの人はポチッとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。